おはようございます、あつしです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ本日のラブカオは久々の JR 南武線の旅シリーズでございます。南武線で気になる駅ありますか。俺ずっと気になってる駅あんの。知ってという駅があるんですが、尻に手って書くんですよ。なんだと思います。なんかね、やんちゃ坊主かなんかがいて、そう、尻をパン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 叩かれて、その音がすごいこだましてて知ってになったのか。なかなか駅名としてつけなくないですか。すごい気になってます、知って。さあ今日も最後までお付き合いください。ラブ川崎スタートです。今日も川崎の魅力たっぷりお届けします。はい、知って。気になるでしょ。多分その理由違うと思いますけどね。本当に違いますかね。本当にお尻ペンペン小僧がいたみたいな、なんかそういう気になることある妖怪みたいなのがいたのなんかそういうのありそうじゃないですか。どうですかね。なるほどね。だから川崎駅の隣だよ。そうですね。そう、結構ということはだから川に結構こう由来、それこそ小僧がいて、カッパじゃないけど、妖怪伝説があるとかね。ありえるよ、知ってたよ。だってちょっと調べてまた番組でやりたいね。ぜひね、分かる方いたら教えてください。はい、青にお願いします。はい、ということで本日のテーマはこちら、南武線の旅シリーズ武蔵新城編。おお、武蔵新城、うん、はい、川崎市を縦断する JR 南武線の魅力を再発見するシリーズ、うん、なんと今回第4弾になります。もうそんな言ってるか、結構いろんなところ行かせていただいております、うん、面白いよね、毎回。これまで武蔵中原、うん、稲田堤、うん、宿河原を紹介してきましたが、はい、今回は武蔵溝の口の隣駅である武蔵新城編です、うん、はい。降りたことありますか。うん、ありますあります。もちろん。僕ありますか。一度ね、ピザ屋さんにお邪魔したことがあって、うん、そこのピザめちゃくちゃ美味しかった。忘れらんない。美味しいお店結構あるんですよ ね。私やっぱりあの角川ドリームズさんのホームタウンでスタジオがあるところですか。もう聖地ですよ。聖地ですね。聖地、聖地、うん、そうです。私もお邪魔させていただきましたから ね。さあそんな場所ですが、果たしてどんな街なのか早速調査してきました。はい、VTR どうぞ。わー、ということで武蔵新城駅にやってきました。武蔵新城の魅力、佐賀新城ということで、まずは駅の南側を散策すると大きなアーケード商店街を発見。おう、わー、これすっごいレトロじゃないですか。この喫茶店ちょっと早めの時間ではあるんですけど、かなり人がいらっしゃって活気がありますね。後々調べたところによると、なんと駅周辺には商店街が9つあるそう。9つ。ここに住んだら生活には便利そうですね。めちゃくちゃ便利じゃん。そして調査を続けていると気になるお店が。お、なんかおしゃれなお店発見。なんか光ってますよ。これは一体こちら何屋さんなんですか。後ろで野菜を食っておりまして、はい、そのできた野菜をこちらのレストランで食べたり、うん、あとお持ち帰りいただいたりとか。オープンしたのは昨年の2月。しかしなぜ店内で野菜を、うん、気になる、ね、私はもともと大学で室内で育てる栽培の研究やってたんですけれど、ハウスとかを建てる場所を探してたんですけど、なかなか見つからなくて、どうせ室内で育てるんだったら物件借りてやったらいいんじゃないかと思って、うん、究極の地産地消ですよね。そうですね。育てているのは6種類のリーフレタス、 LED ライトと栄養を含んだ水を使い、無農薬で栽培をしています。生産、加工、販売すべてを網羅しているこのスタイルは6次産業化と言われているんですね。そしてこちらが人気メニューのバナナレタススムージー。お待たせいたしました。と言いたいところなんですけれども、あららら、クイズがあります。クイズですか。突然のですか。、はい、この栽培方法のメリットは何だと思いますか。あ、室内で、はい、ぜひ皆様もお考えください。やっぱり安定して供給できる、うん、栽培、あと育ちが早いとか、虫虫がつかない。正解。虫か。完全室内のため虫が発生しません。そうか。温度、湿度を徹底管理しているので、うん、無農薬でも安定的に野菜を収穫できるんです。素晴らしいことだね。いいことずくめ、うん、
さらにこんなメリットも。水耕栽培の業務のやり方っていうのを、まあ、マニュアル化してるんですけれども、うん、種のまき方とか苗を選ぶんですけど、その苗の選び方をどういう基準で選ぶかとかで、そのマニュアルを使ってやっているので、誰でも同じクオリティの仕事ができる。このことをユニバーサルワークフローと呼び、こちらでは障害者の就労を支援する地元企業ダンウェイと協力して、積極的にさまざまな人材を雇用しているんです。農業やりたいっていう人たちを、うんうん、増やしていけたらなと思ってます。さあ、そしてお待ちかね、バナナレタススムージーを実食。どうぞ召し上がりください。バナナ優しそうなんですよね。いいね、グリーンってね。あー、これは美味しい。よかった。甘みも ね、ありつつ、ナナレタスのこうフレッシュな感じというか、あっさりとした味わいも楽しめるので、甘味料は一切使わない素材の味にこだわったスムージーです。やっぱりその農業が今どんどんこう衰退していったり、農業やりたいっていう方たちがどんどん減ってるっていう中で、だけどこういう新しい形の農業をこう全国に広げていけたらいいなって思ってます。いかがでしたか。なんか素晴らしい取り組みですね、ユニバーサルワークフロー。はい、そうなんですよ。もういろんな人が働きやすい環境に努めるべく、うん、農業のノウハウがない人でも、うん、こう業務をマニュアル化しているから誰でもできちゃうっていう。なるほど、すごいですよね。誰でもできるってすごいね、うん、農業ってやっぱりさ、修行行ってなんか学べなきゃいけないってイメージがあるけど、ね、マニュアルに沿ってやれば誰でも作れるってこと。そうなんです、うん、また地元で子育てをしている人が隙間時間なので働けるよう、うん、地元雇用にも力を入れていて、うん、ぜひ働いてほしいとおっしゃっていました。なるほど、ね、商店街のイベントでは子どもたちと種まきイベントを開催したこともあるみたいですよ。こう街中でやることで、なんか農業を身近に感じる部分もありそうですね。なんか新しい農業なのかな。だって見るから近未来じゃん、ね、ピカピカの中でさ、野菜が育ってんだよ。子どもたちにとってもそれが現実なのかもね。もう食べられたりとかね。そうそうそう、なんだろう、土で作ってる人よりそっちで作ってる野菜の方がリアルになっていくのかもね、もしかしたら。だって安定的に供給できるのは絶対に気候にも負けないし、で室内にできるわけでしょ、光さえあれば。未来がね、すごい。そして後半は駅の北側を散策してまいりました。 VTR どうぞ。ではまずは駅の北側を歩いていきたいと思います。こちらも飲食店がびっしり、あの川崎のソウルフードも。おー、ニュータンタンメンもありますよ。あ、待って、ここ前来た。株川ドリームスさんのスタジオやないですか。他にも大型スーパーがあったり、路地に入るとイチゴを販売している直売所も。しかし中でも気になったのが、クレープ。あ、めっちゃ美味しそう。あ、私の大好きな、ありますよ。何、ちょっと行きましょうよ、行きましょうよ。ということでやってきたのはブック&カフェスタンド新庄劇場、うん、私の大好きなもの、それは漫画です。なんと店内の壁には漫画や小説がずらーり。これはどういったお店なんですか。はい、本は置いてあるんですけれど、はい、ベースはカフェで、もともとここは古本屋さんみたいな感じの、また全然別の業態の場所があったところだったんですけれども、カフェとして5年前にリニューアルしまして、はい、その名残もあってこういう風に本を。すごい、なんかセレクトの仕方が刺さりまくるなと思って。素晴らしいです。本当にスタッフが好きな本とか漫画をこう本棚に入れていて、こういうところでね、まったりしながら読むっていうのもすごい素敵ですよね。はい、そして店員の大塚さん、実は私ととある共通点が。共通点、共通点、何でしょう。サーファー。実は夜型人間である。正解です。知らないよ。しゃー、夜型人間。夜型です、本当に夜型ではあります。では正解発表。僭越ながら、はい、地元川崎で、はい、アイドル活動を、ただ自称アイドル活動。そのグループ名はガブ、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルで、地元の友達4人で結成し活動中。
でそこからまあこう広げていってみたいな感じで活動を、はい、ガブガブと気をつけないとあなたのハートもガブッと食べちゃうぞっていうことで、よしよしということで夜型人間ではあったので人気のクレープとビネガードリンクをゲッツ。フルーツが入ってる、はい、中之島にある松屋なし園さんっていうそこから取り寄せてるすももとお酢とお砂糖で作ったお湯割りドリンクです。絶対美味しいですね、はい、寒い季節にも。そしてこちらは米粉を使ったショコラクレープ。こちらのガトーショコラは武蔵新城の焼き菓子屋さんから取り寄せたものだそう。いいね。あ、じゃあもう川崎の仲間たちが詰まった、はい、あー美味しい。このお酢のパンチのある感じがちょっと柔らかくなってて、はい、そうですね、うん、うん、美味しい。食感がもちもちですね。甘みなんかもすごい、ね、そうですね、ほんのりきび砂糖が生地の中に入ってますので、それもポイントじゃないですか、はい改めて武蔵新城の魅力を聞いてみました。武蔵新城一帯でせんべろっていうイベントもあって、そういうイベントもあるので結構お店さん同士のつながりは結構あると思います。今後どのようなお店にしていきたいなんて。お店が武蔵新城駅から歩いて0分のところにあるのもあるの で、ね、気軽に入ったお客様が長居できるような穏やかなお店でありたいなと思います。武蔵新城においでよ。イエーイ。楽しそうだね、街自体がね。賑やか。すごい素敵な街でしたけど、ね、いかがですか。ちょっと美味しいもんもあり、さっき、うん、最後カフェいいよね。ね、そうなんです。なんだろう、漫画喫茶ではないんだよね。美味しいものが置いてある喫茶店に漫画もよかったらどうぞぐらいのスタンスだよね。そうなんですよ。しかもね、こう地域の美味しいものを集めて、うん、それがね、うん、コラボレーションしてるっていうのもまた魅力的でした ね、うん、温かみがね、ありますよね、うん、店長の森さんがおっしゃっていたせんべろのイベントなんですけども、はい、飲食店以外にも塾、占い屋さん、不動産屋さんなども参加するらしく、うんうん、街全体でこう盛り上げていこうっていう気持ちが詰まってて素敵ですよね。不動産屋さんも参加してるんですね。今年は2月18日から22日まで開催されますので、うんうんうん、ぜひとも行ってみてください、はい、いいですね武蔵新城、うん、なんでしょう、フラッとなんか降りてみて、なんかちょっと下持ちっぽいじゃない。だから会話もたくさんありそうだし、うんうん、なんか古いものから新しいものまで楽しめそうだし、うん、なんだろう、休日ちょっとブラッと歩きたいなって思えるような街だね、うん、温かみがありましたね。新城行こうよ。行きましょう、ね、はい、行こうよ、ね、行こうよ新城ということで、青にゃんありがとうございました。ありがとうございました。続いてはプレゼントです。今回はファンイートメーカーズ武蔵新城からリーフレタスの入ったリーフパックを3名様にプレゼントします、はい、ご希望の方は2月10日土曜日までにご覧の宛先までご応募ください、はい、番組ホームページからメールでも受け付けています。たくさんのご応募お待ちしております。待ちしています。さて本日は、はい、南武線の旅武蔵新城編をお送りしました、はい、いろんな街ありますね、ね、ま、そしてあつさん、はい、はい、そうですね、来週の水曜日、7日の水曜日に轟きでバスケのゲームがあるんですが、ですよ、お願いします。ブレイブサンダースの試合で TVK の冠ゲーム、はい、ラブ川崎ゲームで私たち2人お邪魔します、はい、応援しに参ります。あつしさん、あのプレッシャーゲームも、はい、ね、チャレンジもするんですよね。任せてください、はい、待ってください。2人休みに行きますんで、ぜひ皆さんもブレイブサンダース応援しましょう、はい、ではラブ川崎、また来週です。バイバイ。カラーズフューチャー